はい、今日は市場で買ってきましたイネゴチをさばきたいと思います。こちらお店の方にはワニゴチというふうな形で聞いたんですけども、この目のところのここですね、ここに半円状の模様があることから、これはおそらくワニゴチではなくてイネゴチであろうと思います。ワニゴチはここがですね、レース状のようにこう稲妻のような形でこうバシバシバシというふうに入ってるんですけども、この魚はそうじゃないということと、あと、ワニゴチは大きさが60センチ以上になったりするっていうような話なんですけど、この、買ってきたものは47センチ、まあイネゴチの特徴とほぼ、遜色ないのかなと思って、イネゴチかと思います。ちょっと以前にもさばいたことがあるんですけども、こちら、まあ先ほど着てたものにけじめしていただいたので血抜き等もしっかりとできてると思いますが、洲本式の血抜きで、もう一度ですね、若干中にある血を抜いて、刺身にして食べたいと思います。で、鮮度が、けじめということでかなりいいので、半身をすぐ夜に食べて、半身はちょっと熟成して刺身にしてみたいと思います。はい、では始めます。ここ生け締めをしっかりしていただいてるんですけども、まだ体の中に血が残ってそうなので、このな、ここからちょっと、水が入るかどうかやってみたいと思います。はい、ではある程度時間が経ちましたので10分ぐらいですかね、血抜き終了したいと思います。こんな感じですね。やっぱりまだ血が若干あったみたいですね。細かい鱗がついてます。こんな感じの鱗、切れを切っていきます。このヒレだけすごいなんかヌメヌメしてる、ブヨブヨですね。はい、では頭を落としていきます。で、お腹を出します。すごい、卵かな、なんか出てきた卵か。うん、やっぱり生きてたのですごく内臓がめちゃくちゃ綺麗ですね。おそらくこれが卵かな。で、うわ、すごい、胃袋から硬いのが入ってると思ったんですけど、よっ、カニですね。買った、こんなん溶けるのかな、胃の中で。すごいな、うカニが2匹ぐらい出てきましたね。うすごい、捨てます。で、血合いを取りますが、この血合いは手で取れそうかな。手で剥がせましたね。残ってる部分はこれで取ります。頭の方もアラにして味噌汁とかに入れてほしいなと思うので、一旦このエラ外します。この辺はまあこのままもうぶち込んだらいいか。これで3枚におろしていきます。
ついてるので、これもバラにしてもらおうか。腹骨をすいておきます。これはもう寝かせよう。このまま腹骨を逆さ包丁で切って、味噌汁に入れます。あれ腹骨取れてないな、これなんかむずいだ。いい、皮を引きます。刺身にしますけども、この辺をちょっと落としておきます。筋かな。では稲ごちのお作りの完成です。あとこちらのアラはですね、お味噌汁などに入れてもらおうと思います。はい、ではありがとうございました。